ラブリーです。こちらです。さあ、今日はですね、はい、100均でちょっと気になるものがあったんで、はい、ヘビに食べさせたいと思います。なるほど、はい、いただきましょう。こちら甘じていただこう。まさに僕のチップス。普通見たことある？これ、あ、普通じゃない？自然の美味しさがそのまま野菜チップス。ああ、無添加。そうか。俺、これで思い出したのが、うん、枝豆チップスみたいなやつあったじゃん。枝豆チップスあった。ほーん。そう。知らないな。あるんですよ。なんか、紙貼ってあるけど、これ。ん？なんか、それ、紙？え？そういうタイプ？ん？え？英語でなんか同じようなこと書いてるけど。何？あ、ここ日本語で書いてるのかな。ああ、そうだ、ね。貼っただけだ。貼っただけ。はい。ってことは、輸入したやつ。輸入したやつ。外国の商品かな？商品かな？裏もだって。うん。いや、日本語と英語と書いてあるわ。なんでもないです。はい。じゃあ食べていきます。はい。いきましょう。オクラチップスね。オクラを乾燥させたやつってこと？一文字変わるとネクラチップスになります。は？オクラ。あ、ちょっとごめん、想像と違った。そのままだった。あ、なるほど。そのままだった。マジ？あのね、俺、あの、ちょっと、あの、そういう似てる商品かなと思ってたんだけど。うん。まさかここまで、こういう感じね、ここまで再現するとか。やばいな。え、そのまま乾燥した？なのかな？で、本数少ないんだけどね。1、2、3、4、5、6。6本かな？ 6 本しかないよ。でね、大きさバラバラだ。え？出しちゃう。出しちゃう。出しちゃう。はい、ボロボロ。ちょっとボロボロしてるよ、これ。音。カラカラって音したね。カラカラ。はい。じゃあ、大きいのかな、これ。種ごったね。中くり抜いてないだろ。ね。いただきます。じゃあ、もう、お店だか。匂いないね。はい。甘いんかい。そのまま。俺、しょっぱいタイプかと思った。うん。あ、噛んでいくと、ネバネバ、やっぱオクラのね。え？ネバっこいのが。うん。うん。ほんとだ。これ、しょっぱい方が合うよ。植物油、マルトール。食塩とは書いてあるからね。甘いんだよな。ここに。甘いね。うん。甘い。微妙な甘さ。塩の味はしない。うん。微妙。反応するぐらい味だね。うん。まあ味気ないけど味は。うん。ほんのり甘い。うん。しょっぱさなし。うん。もうじゃないかな。ちょっと終わっちゃう。うん。あ。でちょっとネバネバか。ヘビが言った通りだね。うん。もう一個食べようか。この太いの、じゃあ俺太いの行くよ。このクソ太いの。多分みんなも見たことないよ、これ。ねえ。うん。こう。微妙っすね。もう、かめごこ。ごくんがうまい。一度火通してのかな、火っていうか茹でちゃうのかな、分かんない、そのままそのままかもしれないね。苦味あるからね。ん？苦味っていうかそのまま、味微妙だもんね。ネバネバもね、うん、悪くなっちゃうんだよね。うん、うん、
本当だ、あの、うん、伸びないね、伸びるほどだけど、ちょっとトロトロしてる感じが口、うん、はい、出して大丈夫かな、口から。危ない、危ないか、ダメよ、ダメよ。でもあんまりおすすめしません。そうだね、はい。なんか健康とかそういうのあったっけ、特に書いてないか、特に書いてないね。よし、でももう、え、待って待って、例えば他の納豆と一緒に食べるとかね、 20g とか、なるほど、バラバラにして、うん、食べちゃうよ、もうだって使わないもん、これ。うんよ、中国、まずくはないんで。でもあれかも、まあね、オクラが苦手って人は食べれると思う、これ。苦手って人は食べれる？うん、苦手って人は何が苦手だろう。匂いもないし、味も全然、うん、違うしね。まあオクラとは違うと思う、うん、真空フライ製法って書いてあった。バキュームフライフライ VF 製法って書いてあった、あ、温度70から80にしてって書いてあったわ。短時間で揚げます。あ、揚げてる。そのため油切れもよく、サクッと食べやすく、栄養素が失われにくい、素材の良さを生かしたチップスを作れます。はいはい。だからオクラの、そのまま取れるんじゃない、うん、揚げてあるんだね、多分。まあよかったら100円、100円なので、ね、ぜひ試してください。うん、サクサク食感、サクサク食感、うん、で、あのトロトロ、中トロトロです、中トロトロ、はい、口の中でね、うん、粘ります。お勝負、ありがとうございました。ありがとうございました。